皆さんおはようございます。妙高220ポンド体重100キロの松原妙高です。1ヶ月あまりですね更新もできずにですね、たまに飲んだくれてはですね、飲んだくれてる動画を上げてるだけというようなことがありまして、ほとんどですね登録者数のことも気にせずにおりましたら、おかげさまで100名を超えるということができました。改めて、登録をしていただいている皆様ありがとうございます。少し考えておりましたのは、登録している皆様の大半がですね株の関係で、期待してですね、登録していただいているんじゃないかというふうに思っております。妙高砲弾といって毎日毎日あげようかなと思ってたコーナーにつきましてはですね、スタンド FM とかいうですね、別のアプリなんですけれども、そちらの方にですね、移行しまして、たまにYouTube の方でもおしゃべりすることがあるかもしれませんけれども、移行するというような形にしたいと思っています。それから、飲んだくれの方はですね、いろんな意味で株と関連するところが出てくる可能性が高いもんですから、そのまましばらくはですね、このまま引き続きこのチャンネルで上げていきたいなというふうに考えております。それと肝心の株なんですけれども、先般もですね販売店に行きましたら、そのまま置いてあるような状況です。そのまま置いてある状況です。手つかずで置いてあるというような状況が、およそ2ヶ月ぐらい経って、もう同じ状況になっております。なっておりますと言いますか、いろんな部品がね入ってこないというようなことで、止まってる。それからオプションでですねドライブレコーダーとかいろんなもの頼んでるんですけれども、やはり半導体なんかの関係でしょうかね、なかなか入荷しない部品も多くございまして、そんなことで全く手つかずのような状況でございます。株のことに関してもいろいろ思いもあって話すこともたくさんあるわけなんですけれども、この辺はですねしばらくちゃんとね、実際に株が来てから皆さんにご紹介できればというふうに思っております。どちらかというと株をに乗ってですね、この地元近くをですね散策して改めて地元の良さを見直すであるとか、ちょっとね一泊して、小さな旅に出るとか、なかなかね北海道一周するとか日本一周するとかというようなことになりますと、時間もそうですけれども、なかなか出れないんじゃないかなと思っておりますので、行きたいという気持ちはあるんですけどね、なかなかそういうことは難しいかなと思っております。いずれにしましてもなかなかそういうようなことでチャンネル更新ができずにですね、本当に苦し紛れっていうわけではありませんけれども、私自身はですね喜んでその飲みに行って飲んで食べてということをやってるわけでございますけれども、おっさんがね食べて飲んでしてるところをご覧いただいててもね、何の変哲もなく面白いこともないかと思いますんで、そのあたりのことも、少しずつですね工夫しながらやっていきたいというふうに思っております。本当に皆さんチャンネル登録していただきまして本当にありがとうございます。感謝しております。ということで、また次の動画でお会いしたいというふうに思っております。ではそれでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。